ロックスプリングスは、アメリカ合衆国ワイオミング州の南西部、スイートアウォータ郡の都市である。2010年の国勢調査で、の人口は23,036人であり、2000年の18,708人から23%増加した。人口では、ワイオミング州第5位の都市である。ロックスプリングス小都市圏の主要都市であり、 都市圏人口は37,975人である。アメリカ市の中でも最悪の人種暴動と言われるロックスプリングス虐殺は1885年9月2日、ロックスプリングスに近い鉱山の労働者の中で起こった。この事件で少なくとも28人の中国人鉱山、労働者が殺害された。現在でも街の外には、 昔の鉱山の跡が残っている。1970年、ロックスプリングスの警察署と、市政府の中で汚職があったために、CBS テレビのドキュメンタリー番組、60ミニッツで報道された。その追跡版が20年後の A&E ネットワークのドキュメンタリー、シティコンフィデンシャルで放送された。この映像は、ロックスプリングス、 無法西部の危険な呼び物と名付けられた。ロックスプリングスには西ワイオミングコミュニティカレッジがある。またスイートウォーター軍の養子会場では毎年カーニバルとコンサートのあるワイオミングズビッグショーが開催されている。ロックスプリングスは大量の石油と天然ガスを産出するエネルギー資源の豊富な地域に位置している。ロックスプリングスは 北41度35分6秒成形109度13分17秒北41.58500度成形109.22139度41.58500-109.22139に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は18.45平方マイルでありすべて陸地である 市の標高は6759フィートである。ロックスプリングスは、ステップ気候は乾燥帯に属する。冬は寒くて、雪が多く、夏は暖かい。降水量は1年間を通じて大きな差がなく、月間降水量は0.50インチから0.60インチで、あるが、5月は、通常1.20インチと、最も降水量の多い月である。 1>, 1月の平均気温は、最高が、下肢29.1度、最低が、下肢11.2度である。7月の平均気温は、最高が下肢83.4度、最低が、下肢53.4度である。気温が、下肢90度以上になるのは平均して6.4日、ある。気温が、下肢32度以下になるのは平均して195.5日。 下死0度以下になるのは14.3日ある。過去最高気温は1902年5月17日の下死112度、過去最低気温は1963年1月12日の低、過死37度だった。年間平均降水量は8.73インチである。観測できる降水量がある日は平均75日である。 最も降水量が多かったのは1973年の1 3 2 9インチ。少なかったのは1953年の3.79インチだった。1月あたりの降水量が最も多かったのは1889年6月の6.50インチだった。24時間あたりの降水量が最も多かったのは1899年6月12日の3.50インチだった。 一年間で最も降雪量が多かったのは1975年で94.0インチだった。1月あたりの降雪量が最も多かったのは1971年10月の22.5インチだった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロックスプリングスの公共教育はスイートウォーター軍第一教育学区が管轄している。 この学区には小学校8校、中学校1校及び高校が1校ある。オルタナティブスクールのインデペンデンス高校もある。週刊高速道路アメリカ国道ワイオミング州道、ロックスプリングス市には、ロックスプリングススイートウォーターン空港を使って行くことができる。ユニオンパシフィック鉄道がロックスプリングス市を通っている。ロックスプリングス地域では、 各種の新聞が発行されている。ラジオは多くの壺根がある。テレビはキャスパーに本拠を置く。CBS 系列局などいくつかの放送局の番組を視聴できる。毎年7月と8月、ワイオミングズビッグショーと呼ぶ群の祭りを開催している。この行事では、遊園地の乗り物、屋台、レストラン及びライブの興行が行われる。ロデオが、 祭りの呼び物であり、有名な芸人が加わることもある。ロックスプリングスでは1年間を通じていくつかの祭りがある。これには、国際フェスティバル、ブルースとブルーズのフェスティバル、ワイオミングチョコレートフェスティバル、及び、ロッドとレールのフェスティバルがある。ありがとうございます。